炎症らを蹴落とし、わしが剣勢を得る。行くぞ、魔法どもを蹴散らすのじゃ。こういう時は長いものが分かるのだ。ねえ、さて、董卓と炎症、どちらにつくべきよ。戦場に日和の将が来て、海に手を出す必要がないぞ。ただかな。ああいう出会いは腹が利くもの。戦で力を示せばなびいてくるかもしれません。この戦、董卓に勢いがありそうだ。よし、じゃあ俺は董卓につくぞ。うまくいったものだ。この調子で炎症軍を追いつけるか。進めわしらを阻めるものだぞ。オラドはさすが目立ってらっしゃる。感じて勝てると思ったか。覚悟、これ以上は持たぬか。炎症が押されている。勝ち馬に乗るだけだ。董卓につくべきだ。我が武士まだ引いてはいない。いずれまた勝負だ。炎症にする魔法など皆殺しにせい。徹底的にやるのじゃ。董卓の一味など俺たちが始末してやる。行くぞ、ペン。まろやかに、ちゃちゃっと打ちのみせようぜ。一人か、一人か。エロ国様をなめられたんだ。ぶっ倒す。フォトベイドを広めるため、今より董卓に着く。みんな、進め。炎症を葬り去るのだ。こりゃ、今から着くなら董卓で決まりか。進軍開始。敵は、今消えた炎症だ。さあ、難所のコロハナ、ここは一つ勝者で打ち破るとしようだ。董卓、結構な戦いだ。ここは奴についた方が賢明かもしれない。記録に毒ってやるわ。倒したぞ。これで間質の金星はわしのものじゃ。